似顔絵師のもんもんです。今日は似顔絵実験室、ミックス似顔絵を描いていきたいと思います。キャラクターとあの人をミックスしたら一体どんな顔になるのか、似顔絵で再現していきたいと思います。今日は鬼滅の刃の稲妻剣士善逸さんと平成ジャンプの伊能くん、この2人すごく雰囲気が似てると思いませんか？2人とも童顔で優しそうな顔、ほんわか可愛らしい雰囲気、髪型もかなり似てると思うんですよね。実際もし鬼滅の刃の実写版があるとしたら、最も善逸さんを演じてほしい人は？というアンケートで伊能くんが1位だったそうです。そんな2人のミックス似顔絵、どんな仕上がりになるのでしょうか。ぜひ最後までご覧ください。